よしってことで今日もファイナルファンタジー16ニュースを見ていきましょうか。最大のトピックスとしましてはやっぱりこれではないでしょうか。 FF16 国内のパッケージ版、こちらの初週販売数がようやく公式より発表ございました。結果としましては33万本となってます。っていうことで、これが果たして多いのか少ないのかっていうところで、めちゃくちゃ今コメントに困ったんだけどさ、めちゃくちゃ間が空いてしまったわ。ってことで結果としまして33万6027本と、これコメントに困るね。うん。で、2位のゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム、ティアキンが2位につけてると。で、こう見てみると、ゼルダの伝説が、5月12日に発売したので、まあ、6、7週目かな多分。なんかこう見てみると、だいぶ落ち着いてきたなっていうのが見えて取れますね。だからまあ、FF16 もね、まあ、初動でグッと上がって、まあ、そこからまあ、じわじわ売れていくと思いますが、ただ、どれぐらいで最終的に着地するのかっていうところが気になってきますよね。で、あとは3位にマリオカート8デラックス。これ化け物すぎないか。なんか毎回のようにトップ3に入ってんだけど、このゲーム、いつ出たって感じで、毎回ランキング入りしててびっくりするよね。まあ現状ですね、こういった形で33万6027本という形になってます。で、ここで気になってくるのが、これはね、公式から別途展開されないとわからないんだけど、これあくまでパッケージ版のみとなっていると。で、ダウンロード版がどれだけ売れたのかっていうところですね。まあ多分そこについても公式のツイッターからですね、まあそのうち発信されるんじゃないかなと思っているんですが、ただあくまで現時点で、まあ例えばその国内販売本数が100万本突破した、しましたみたいな、まあそういったニュースなどは、まだ特に出てないので、まあ少なくともダウンロード版で60万本以上売れたっていうことはないのかな。まあ足元そのような状況となってます。で、世界累計販売本数というところで、これですね、出荷本数プラスダウンロード版の売り上げみたい、まあ、売り上げ本数か、みたいですね。だからまあ出荷ベースプラスダウンロード版だから、まあ意外に日本は検討してるのか、こう見てみると。なんか FF って結構ね、まあ世界的な売り上げがとても多いので、まあ特にその前作の15の時とかもそうなんですが、ただその以前のニュースでも流れていましたけど、イギリスとかではかなり売り上げが激減しているというニュースなどが流れてました。まあ結局なんかね、出荷本数でこれ数えてるみたいだから、結局なんかどれだけ売れたのかってところがわからないよね。で、こちらのファミ通の、33万本っていうのは実際に店舗で売れた数が、計上されていると、そのような形となっております。まあ、状況としてはそんな感じかな。で、あとはですね、歴代の推移というところで、これは FF7 からのデータになりますが、国内の初週の、パッケージ版の売り上げ、過去ファミ通調べというところで、まあ、6までの、データとか状況はね、わからないんですが、ただ少なくともセブン以降については、こちら情報が出ておりますので、まとめてきました。結果としましてはこのような形になっていると。で、FF7 が200万本以上売れていて、FF8 すごくない？250万本。まあ、これっていうのが、その FF7 でめちゃくちゃ名作と呼ばれていて、で、すごい反響があったんですよね。で、この売り上げっていうのが、まあ、売り上げっていうか、まあ、評価っていうのが、まあ、次の作品に反映されるということが一般的に言われているので、まあ、8が、まあ、もちろん面白かったっていうのもあると思いますけど、まあ、7が神ゲーすぎて、まあ、そこで期待が高まって8が売れたというところもですね、足元あるのかなと思いました。いや、それにしてもすごいね。250万本初週で。これすごくない？普通にすごいな。なかなか今のゲームだとないんじゃない？まあ一昔前だから、まだダウンロード版とかがね、普及する前なんで、まあまあまあ、それを勘案しても250万ってすごすぎじゃない？って感じですよね。
で203万250万で FF9 で200万割りました。でここからまあ200万以上売れたシリーズはないって感じかな。で10が174万本かで、11と14はあれだね、オンラインがちょっと含まれておりますので、まあ多分これ除外されているんじゃないかなと思っていて、まあ12が184万本で、13が151とで、15が71で、リメイク版の7、まあリターンだっけこれ、70万本かで、 FF16 が33万本となっていると。まあこう見てみると、まあ16がね、ちょっと売り上げが落ち込んでいるような感じに見えますけど、まあ、あくまで今回、まあ、PS5 独占タイトルというところで、まあ、例えば Teams じゃねえよ。Teams はあれだ、ウェブ会議だ。いつも使ってる Teams じゃねえな。Steam だ、Steam。なんかたまに間違えるんだよね。わかる？ Teams と Steam。なんか似てるよね。ということで、そちらでは、今回、まあ、出なかったと。まあ、多分将来的には出るんじゃないかなと思っているんですが、まあ、少なくとも今回は独占タイトルっていう形で売り出しているから、そちらの方では今回販売されませんでした。まあ、個人的にはプレステ4であったりとか、まあ、そういった、まあ、Steam とか、まあ、PC 版の方ですね。もしそちらでも、まあ、販売されるんであれば、まあ、どれだけ売り上げが伸びたのかっていうところが個人的に気になってくるかな。まあ、実はこう見てもあれなのかな。15と16の差って実はハードの普及率とかを考えるとそんなに差はないのかもしれませんね。まあ、明確に13から15って相当落ちているんだけど、ただ15、16の差って実はそんなになかったりするのかもしれませんね。はい、まあ、そんな感じでございます。いやーけど33万本か、なんかすげえコメントにこれ困るよね。まあ、例えばこれがそのインディーズゲームであったりとか、あとはその中堅タイトルとかであれば、おめっちゃ売れてるじゃんすげえってなるんだけどさ、うわバカ売れしてるみたいな。けど FF ブランドであったりとか、やっぱりその過去の栄光って言い方ちょっと語弊があるかもしれないけど、やっぱその初週で、まあ、確実に200万売れる時代があったわけで、まあ、そこを考えるとやっぱそのどうしても前世紀と比べると減っているのかなっていうところですよね。まあ、やっぱそのネット上とかでも一般的に言われていますけど、まあやっぱり右肩下がりには、ね、だんだん人気が落ちてきているのかなというところでございます。まあそんな感じでしょうか。まあ次回作がどうなるのかっていうところであったりとかで、この FF16 ですが、まあこれから外伝が出るのかどうかとか、あとダウンロードコンテンツが出るのかどうかとか、まあそういったところもですね、非常に興味深いところですが、まあ現状ですね、公式からは特に情報が出ておりませんので、もし何かしら情報が出ましたら、こちらのチャンネルで共有していきます。ですので、もしよろしければ、このタイミングで高評価、さらにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、じゃの。